コンサルカプリ1963フォードカプリの名称は下記3つの別々のモデルに使用されている。1969年1月、アメリカで大ヒットとなっていたフォードマスタングの成功をヨーロッパで再現しようと前年発売したフォードエスコートに次ぐ英独フォード共通モデルとして登場した。ロングノーズ、ショートデッキ、セミファストバックのプロポーションは リアフェンダーのプレスラインや夕方のクォーターウィンドウの処理が個性的で一目でカプリとわかるデザインを持っており特に後者は1986年の最終型まで踏襲されたアメリカのマスタング同様豊富なエンジンと内外装トリムレベルを組み合わせられるワイドセレクションを採用し幅広いユーザー層を吸収したなお カプリの前身は1961年から1964年まで、フォードコンサルクラシック315のクーペ版として生産された、コンサルカプリであるが、商業的には失敗作であった。初代モデル。飛行的には既存フォード各社からの流用が多い。当初のエンジンは生産国で異なり、ドイツ製は、タヌスの1300、1500。 1700ccv4 エンジン、英国製は、コルチナ等に用いられた、直列4気筒のいわゆる、ケントユニットの1300、1600cc であった。上級モデルは当初ドイツ製、V6.2-000cc であったが、1969年末には125馬力の 2300GT が、ドイツで、V6.3-000cc138 馬力の、 3000GT が英国でそれぞれ追加された。1970年に始まった台米輸出車はフェデラルカプリと呼ばれ丸型ヘッドライトや大型バンパーが特徴でフォードピント用の時期運転に 000cc か英国製 1600cc が搭載された。マーク1カプリはスポーツイメージを高めるためモータースポーツにも 活発に参戦、ラリーに参戦したほか、1971年のスパフランコルシャ24時間耐久レースに優勝したほか、ツーリングカーレースで BMW3.0CSL と活発なバトルを展開した。レース仕様のホモロゲーション獲得のため、2600CCV6 を150馬力に強化した RS2600 や拡大版。 RS3100 も生産された。マーク1は英独合計で100万台以上が生産されるヒット作となった。当時の日本にもディーラーの近鉄モータース、ニューエンパイアモーター等から主に英国製の 1600GT や 2000GT が多数輸入され、1970年代初頭には最多販売の英国車となった歩道で、その後の日本製スポーティーカーのデザインにも、 大きな影響を与えた。カプリは1974年2月にモデルチェンジされ、カプリエル L となった。分離されていた搭乗室と過室を担保として3ドアに改めると、同時にサイズがやや拡大された。機構的にはマーク1をほぼ踏襲したが、エンジンは鋭独共通化され、エスコートと同じ時期4.1、300。 1600cc やピント用 2000cc が用いられるようになった。カプリ LL は513,500台が生産され、日本にもフォード自動車を輸入元として 2000GT が販売されたが、この頃には日本製スポーティーカーも進歩しており、初代ほど成功しなかった。1978年にマイナーチェンジを受け、再び単にカプリと呼ばれるようになる。 丸型4等式ヘッドライトと大きなエアダムスカートが特徴であったが、機構的には LL とほとんど変化はなかった。V6 のトップモデルは 3000cc から 2800cc のシングエンジンとなり、190馬力を発生するターボモデルも追加され、その最高速度は時速 220km に達するなど高性能を、 誇り、レースカーも作られ活躍した。レース用車両ザクスピード、フォードカプリターボ1984年11月以降は、英国専売倍モデルとなり、根強い愛好者向けに、カプリ280ブルックランズなどの限定モデルが、販売された。1986年12月19日に、最後のカプリが、 ラインオフした時の累計生産台数は1886,647台であった。コードネーム SA30 として1989年に登場したカプリコンバーチブルはボーイフレンド型レーザー、すなわち6代目松田ファミリアのプラットフォームをベースに開発されたモデルであった。エクステリアデザインはギア、インテリアデザインはイタルデザインが担当し、アメリカでは マーキュリーカプリとして販売された。ありがとうございます。